はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、運送事業者としてですね、非常に恥ずべき映像が世に公開されることとなりました。冒頭もご覧いただいたんですが、撮影者の車両が追い越し禁止道路の片側一車線道路を走行中に、突然後方を走行してきた大型トラックが車間距離を接近させ、最終的にセンターラインを割りながら極めて悪質かつ危険な煽り運転を行う瞬間の映像が記録されています。大型トラックに関してはセンターラインを割りながら威嚇し、前方を走行している撮影者の車両に向けて、こちらも威嚇とも取れる違法なクラクションを鳴らしながら走り去っていく一部始終の映像が記録されています。こちらの映像に関しては、普段から私あやとサロンの映像をご覧になっていただいている、あやとサロンファミリーの方ですね、実際に市街地道路を走行中に、こういった大型トラックによる、危険運転の被害に遭いましたということで、後方を録画しているドライブレコーダーの映像ですね、こちらを提供していただきました。で、今回映像を撮影されたご本人からもメッセージをいただいておりますので、こちら全文で公開したいと思います。はじめまして、大分県に住む者です。いつも動画を楽しみに拝見させてもらい、見るたび安全運転を心がけようと身を引き締めさせてもらっています。さて、この度メールを送らせていただいたのは、煽り運転の被害に遭いすごく怖い思いをしたためです。一人で乗車している場合は自分の中で気持ちを沈め終わるところですが、今回は後部座席に小さな我が子を乗せていたことから、子供の命の危険を感じたため、今回ですね、メールをくださったとのことでございます。私の運転に相手を挑発するような落ち度があれば私の非と認め、運転技術を見直すべきと思いますが、こちらの動画をプロドライバーの視点で見ていただき、ご指摘をいただきたいと思い、勝手ながらメールを送らせていただきました。トラックに道を譲った際のありがとうのサインや運転技術を見て、さすがプロドライバーと感心させられている中での煽り運転の被害でしたので、正直トラックドライバーに対し不信感が出てきてしまった気持ちがあります。もちろん全てのトラックドライバーが悪いとは思っていません。とにかく今回お伝えしたいのは、子供を乗せていたので我が子に危険を及ぼしたことに怒りを感じています。お忙しい中、こちらのメールに目を通していただきありがとうございます。YouTube で自動車交通関連に長けている方に目を通していただき、嬉しく思います。はい、こちらがですね、いただいたメールの全文となります。ではね、こちらの映像に関して拝見させていただいたんですけれども、典型的な大型トラックによる煽り運転の映像だなというのがね、正直なところでございます。大型トラックのドライバーがね、急いでいたのか何なのかね、その理由については知りませんし、正直どうでもいい話ではあるんですけれども、撮影者の方についてもですね、オレンジラインの追い越し禁止区間において制限速度ですね、こちらを守って運転されているということでございますから、こちらの映像から見てもわかるんですが、特段落ち度はないかなというのがね、率直な感想となります。落ち度がなくてもですね、煽り運転をしてくる車というのは、煽り運転をしてきます。典型的な理由としてはですね、前に車がいないのに制限速度を守りながらちんたら走るなとかですね、後ろから大きなトラックが近づいてきているんだから道を譲れとかですね、要はですね、運転していて自分の思い通りにならない状況に出くわした際に、それに耐えきることができずにですね、周囲の交通に対して理不尽な暴力とも言えるような、煽り運転を強要すると、そういったような加害を行うといったようなドライバーは、これ一定数いるんですね。正直これに関しては、避けようがないというのがね、正直な感想となります。自分のペースを乱されたとかですね、そういったくだらない理由で煽り運転をしてくる人間というのは、これ一定数存在するんですね。簡単に言うとね、運転適性が全くないドライバーであると、極めて危険観光性ですね、つまり危険な運転をあえて選んで行う傾向にあるドライバーというのは、周囲の交通に対してこういった煽り運転ですとか、危険な運転等を行って加害するといったような傾向がありますので、ほとんど通り魔に近いような加害行動となります。で、今回の映像に関しては、煽り運転をされている区間が比較的短いということ。確かにね、大型トラックが接近してきているし、センターラインを割りながら、それに加えて、クラクションを鳴らしながらですね、明らかに威嚇行動を行いながら、煽り運転を行って、来ていることは明らかだったんですけれども、幸いなことにですね、こちらの大型トラックに関しては、比較的早い段階で撮影者から離れるルートですね、要は左折を行って進路を転換したことから、これ以上の煽り運転の被害に遭うことはありませんでした。ただですね、こういった状況下において、必要に接近を繰り返したりとか、クラクションを鳴らしてくるとか、大型トラックとの車間距離ですね、これを異常に接近させてくる、こういったような運転の被害に遭った際にはですね、
まあ、なるべく枝道に入ってしまったりとか、まあ、コンビニエンスストアの駐車場に入ったりしてですね、まずはまあ逃げると、そういったような車両から、まあ、自分の車をね遠ざけるという形で、まあ、逃げていただきたいんですね。まあ、正直煽り運転というのは、まあ、刃物を持った人間がですね、まあ、後ろから接近してくるのと同じです。まあ、実際に刃物ではですね、まあ、数人の人間しか、まあ、殺傷することはできませんが、まあ、こういった大型トラックですと、まあ、状況によっては数十人、数百人という人間をですね、まあ、一度に命を奪うことができる、まあ、極めて重大な破壊力を秘めた乗り物なんですね。後ろから皆さんですね、自分が歩いてる最中に包丁を持った人間が、まあ、近づいてきたらどうしますかね。まあ、逃げますよね、逃げますよね。まあ、それと同じで、こういった車両からですね、まず自分の、まあ、身を守るために、まあ、離れていただくと、逃げていただくということをですね、まずは念頭に置いて行動していただきたいと思います。まあ、今回幸いにもですね、煽り運転の区間が非常に短いということから、まあ、逃げようとする前に相手の車が遠ざかっていった、まあ、結果的にはですね、離れていったというような状況になりますから、まあ、これもね結果論ではありますが、まあ、自分の身を守ることはねできたのではないかなと思います。ただですね、今回映像をいただいた方については、まあ、後部座席にご自身のお子さんですね、こちらをまあ乗せていたということで、まあ、そういった車に対してですね、こういった威嚇行為、危険運転を行うというのは断じて容認することはできないと、まあ、非常にですね悪質性が高いトラックなのではないかということで、今回ご指摘いただいて映像の方をご提供いただきました。でですね、皆さん一つ覚えておいていただきたいことがあるんですが、今回ですね、まあ、かなり大型トラック車間距離を接近させて走行してきています。まあ、徐々にですね車間距離を接近させながら撮影者の方に向かって、まあ、迫ってきて、まあ、最終的にセンターラインを割りながら威嚇行動を行っているというような状態に、まあ、至っているわけなんですけれども、こういったドライバーというのはですね、まあ、基本的にですね、前の車に、まあ、たとえ突っ込んでしまったとしてもですね、まあ、別にいいやと、こういったような思考でですね、まあ、運転をしてくる傾向があります。まあ、要は相手の車のドライバーですね、まあ、こちらを殺しちまっても構わねえやと、こういったような思考でですね、積極的に危険運転を行ってくる傾向にあるんですね。なぜかというと、正直ですね、今回走行してきた大型トラック、まあ、非常に車間距離が最終的に接近しているわけなんですが、まあ、正直あのタイミングでですね、撮影者の方が急ブレーキを踏んだとします。そうするとですね、大型トラックというのはこれ絶対に避けることはできず、撮影者の車を押しつぶしながら、まあ、殺害するといったようなね結果に至る可能性が、まあ、多分に考えられます。当然軽自動車などであれば、まあ、これ鉄の箱といってもですね、非常に鉄板が薄いですから、まあ、燃料タンクをですねトラックに潰されてしまって、それによって引火し、まあ、炎上することによってですね、非常に高い確率で、まあ、撮影者のドライバーというのは殺害されてしまいます。まあ、要は絶対に止まることができない車間距離で、まあ、煽ってきているわけなんですね。まあ、絶対に止まりきれない、つまり、まあ、確実に乗用車を押しつぶしてしまう車間距離で、まあ、煽り運転をしてくるということは、まあ、結果的に相手のドライバーをまあ殺してしまっても構わないと、まあ、それくらいの思考に至らないとですね、これだけ危険な車間距離まで大型トラックで接近するというのは、これ土台無理な話なんですね。もう絶対に避けることができませんから、もう事故になったら間違いなく前の車を押しつぶすわけです。まあ、それくらいの車間距離でね、まあ、煽ってきているということでございますから、その結果としてですね、万が一まあ事故に至った際にも、まあ、別に俺は構わねえよと、前をちんたら走ってるやつが悪いんだろうと、まあ、子供が乗ってようが何が乗ってようが構えやしねえと、まあ、逆に言うとね、それくらい吹っ切れていないとこういった運転というのはできませんので、まあ、そういった点についてもね、ぜひ覚えておいていただければと思います。この車間距離だったらね、大型トラックこれ絶対に止まれませんからね、絶対に止まれません、まあ、確実に押しつぶします。まあ、それでもいいやというようなね、心境にならない限りは、こういった運転というのは、まあ、実際行うことってできないよねと、そういったような話なわけなんですね。まあ、皆さんがね、普段道を歩いていて刃物を持った人間がですね、まあ、人にぶつかっちゃったらぶつかっちゃってで刺し殺しちゃっても構わねえやと、まあ、そういったような心境で後ろから歩いてきたらどうしますかね。まあ、逃げますよね。まあ、逆にそういう心境で歩いてくる人間を見つけたらどうしますかね。まあ、当たり前ですけど相手にすることはできませんよね。そういった人物からはまず逃げることを前提に、ご自身の命をまずね守っていただく、そのための行動を実行していただくといったようなね、まあ、優先順位で行動していただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アヤトでした。おやすみなさーい。アヤトサロンでは皆さんからのドライブレコーダー映像を募集しています。煽り運転や危険運転、交通事故や悪質な運転など、こちらのアドレス宛てにお気軽にお送りください。チャンネルで公開した結果、検挙に至った事例も多数ございます。大した内容じゃないかもと思う映像でも結構ですので、ご応募お待ちしています。